全カイザーが映ってますね、ちゃんと。お疲れ様です。前田です。今日はこちら。機械戦隊全カイジャーヒーローシアターです。はい、こちらは4月に発売したガシャポンのアイテムで全5種類ですね。機械戦隊全カイジャーヒーローシアターということで、これが遊び方なんですけど、スイッチを入れ壁などに画像を投影しよう。 フィルムが入っている盤面部分を回転させると画像が変わるぞということでですね、ギアトリンガーの形を模した、えー、なんか映像のカメラというかですね、そんなようなアイテムでございます。こういうガシャポンはちょっと珍しいですよね。で、今回はコンプセットを買いまして、1番が前回ザーバージョン、2番が前回ジュランバージョン、3番前回ガオンバージョン、4番前回マジーヌバージョン、そして5番が前回ブルーンバージョンということで、 はい、じゃあもう開けてシールを貼っていきたいと思います。今ですね、シールを貼ろうと思って開けてたんですけど、これ5種類ともですね、全部シール一緒なんですよね。開けたのがジュランとマジールなんですけど、このようにですね、ここの部分のシールの色で、誰かっていうのがわかるようになってて、ちょっとこれ見にくいですけど、うっすらジュラン見えませんかね。この中のもうフィルムの部分がもう組み込まれているので、このまま遊べますね。 このパーツをここに取り付けることで、はい、ギアトリンガー型になりまして、はい、シールを貼り終わって完成でございます。シールが全部一緒だったので、今回はですね、ゼンカイザーバージョンのやつだけに貼りました。今回のヒーローシアターはですね、ギアトリンガー風なんですけど、ここを回してもですね、連動して、 前のガトリング部分が回ったりとかはしませんね。で、あとここはシールだけで開いたりはしません。で、この先端部分も回らないですね。あくまでここがこういう風に回転するだけなんですけど、はい、じゃあここの絶縁シートを抜いて、これでもうスイッチ入ったのかなどうやってやるんだろう。ここがスイッチですね。ここをスライドすると、はい、このように光りますね。で、これで、 光を当てると、あ、映ってますね。ちょっと明るくて見づらいので、暗いところに行きます。はい、手なわけでですね、物置に来ました。真っ暗ですね。で、これ今電源入ってて電気がついてるんですけど、壁に照らすとですね、はい、このように見えますかね。全カイザーが映ってますね、ちゃんとで。手でですね、ちょっと暗くて手映ってないですけど、 回転させると、はい、このように、絵が変わりますね。どんなもんでしょう。おギアがいっぱい。1、2、3、4、5、6。6種類ですね。はい。 見やすいように映るには、どうしたらいいんだろうな。見えますかね。はい、回すとこんな感じで。今僕真っ暗な部屋で一人で喋りながらこんなことやってて、旗から見たらやばい人ですよね。<laughs> はい。このように絵が変わります。でちょっと他のやつも一気に見ましょうか。続きまして、ジュラン、スイッチオン。はい、着きました。 で、壁に映すと、あージュラン、見えますかギアがいっぱい出てるバージョンですね。はい。で、回転させると、これで、はい、こうで、これ一緒かなさっきと。あ、前回王、ジュラがンですね。あ、ジュラン、ティラノ。なるほど。えか、ー、被ってる絵も、 ありますけど、合体した姿だったり、機械変形した姿だったりと、バリエーションが豊富でございます。お次はガオーンでございます。はい。んこれなんだピントが合わないと本当何のこっちゃわからんすけど、見えますかねあ、これはガオーンライオンですね。で、前回ガオーンで、 これも前回ガオンで、ガオンちょっと見にくいな。後ろの壁紙がちょっとボコボコしてるのが影響してますね。ちょっとガオンは見にくいですね。これも微妙になんか絵が違うな。で、前回ジラガオンがあって、ガオンライオンと。はい、ガオンはこんな感じです。うん。ものによってちょっと壁紙の柄がボコボコしてるな。 お次は、マジーヌ。はい。マジンドラゴンですね、これは。マジーヌ。はい。ギアいっぱい。で、これはギアトリンガー回してるやつか。で、これは、武器を構えてる感じかな。で、えー、ブルーンとゼンカイザーとマジーヌですね。 マジーヌとブルーンはこの絵なのかなああ、そうですね。で、ブルーマジーンが出てきて、えー、マジンドラゴンという感じですね。これ手に移した方が綺麗に映ったりするうん、そうでもないな。はい。はい、マジーヌはこんな感じです。最後、ブルーンでございます。 はい、ブルーンは、これは、えー、ブルーマジーンですね。ピント合ってる、これ。でこれは、ブルーンダンプか。もうちょっと引くといいかな。はい。ブルーン。いや、ちょっとやっぱり壁紙が、ガタガタでちょっと見にくいですね。うちはちょっとあの、スクリーンとかないので映す。 これでちょっと申し訳ないですけど、はい、ブルーンはこんな感じでございます。てなわけでガシャポンアイテムですね、ヒーローシアターということだったんですが、いかがだったでしょうか。これはですね、コンプセットがなくても、1個だけ回せばですね、出た戦士のですね、かっこいい姿がですね、暗闇の中で見れるということでございます。ギミックはかなりシンプルですけどね、 戦隊のアイテムでこういうのってあんまり今までないんじゃないかなと。記憶に僕ないので、仮面ライダーとかは結構こういうの出てると思うんですけどね。はい。戦隊は珍しいのでですね。僕は全然ありだと思いますね。シーテい言うならですね、変身前の姿の写真も1枚入れてほしかったなと。あの、ジュランとか、ガオーンとかですね、前回ジュランとかになる前のあの、 変身前の姿ですね。チェンジする前の姿があるといいのかなと思いましたね。はい。ということでですね。また前回じゃのアイテムですね。買いましたらご紹介しますので、違う動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。前田でした。ウィーン。よろしくお願いします。前田でした。